コピーキャットは1995年のアメリカ合衆国のサスペンススリラー映画。監督はジョン・アミエル、出演はシガニー・ウィーバーとホリー・ハンターなど。タイトルのコピーキャットの英語の意味通りにも倣犯を題材にした作品であり、犯罪史に残る猟奇事件を再現していく殺人鬼を追う女性刑事と犯罪心理学に詳しい専門家の女性を描いている。 1990年代に異常犯罪を題材とするサイコスリラーがブームとなった中でヒットした。サンフランシスコに住む犯罪心理学者のヘレンは公演会場のトイレで自分がかつて担当した凶悪な殺人犯ダリルに襲われたことがトラウマとなってアゴラフォビアとなり自宅に閉じこもって研究していた。その後、女性ばかりを狙った連続殺人事件が発生。 サンフランシスコ市警察のモナハン刑事らと協力して、プロファイリングを始めたヘレンは、それらがすべて過去に起きた、殺人事件の模倣犯であることに気づく。そしてその犯人は、刑務所に収監されているダリルから、手紙のやり取りによって、指示を受け、殺人を行っていたのである。劇中に登場する、事件名や、模倣されている手口は、すべて過去実際に起きた。 殺人事件のものである。ロ点テントマトズによれば、38件の評論の内高評価は79%に当たる30件で、平均点は10点満点中6.8点となっている。メタクレティックによれば、19件の評論のうち、高評価は10件、賛否混罪は7件、低評価は2件で、平均点は100点満点中54点となっている。 ありがとうございます。